はい、こんばんは、うさです。今夜のうさぴよのすはこちら、ドラゴンクエストけしけしからイベント、ドラゴンクエスト8ドルマゲスを追ってリバイバルでございます。はい、ね、こちらの方はもうリバイバルってことなので、ストーリーとかの内容はほぼ一緒、過去のとほぼ一緒なのでね、ほぼっていうか全部一緒ですね。こちらのね、ガチャからスタートしております。はい、10連ガチャを3回回せるというね、太っ腹な感じの、はい、イベントをしてくれてる運営さん、ありがとうございます。でもね、出ないね、ほぼね、これそれこそほぼ出ない。たまーにね、やっぱね、神がかってくれるんですけれども、もともとの口運がめっちゃない私の場合は、はい、出まてん、出まてんね。はい、ステイシーさん不在だしね、まあ、キンキンだしね、もうまるでイベントかすりもしねえっていう感じで、はい、何事もなくいつも通り終わります。消防ということで、ストーリーだけどんどん進めていくわけなんですけれども、ストーリーの方はね、もう前、数年前に、数年前だと思うんですけど、はい、もうやってるドルマゲスを追っての、まるっきり一緒の内容なので、本当にね、もうピックアップガチャぐらいしか、目新しいところはないんですけれども、まあ、んなこと言っちゃなんだね。何が変わってるって、そうなんですよ。この内容、自分のドラ消しのパーティーが、要はその過去よりもちょっと強い、やっぱいいのをね、なんだかんだ言いながらちょこちょこと集めていくので、割とこう戦力的にはアップされた形のパーティーで、過去とは違う形で挑んでいるって形にはなっていますね。で、あと昔にはなかった無限のオーブとかのね、システムも実装された上での、はい、リバイバルなので、難易度的にはだいぶ下がってるんじゃないかなって思います。でもね、苦戦はしてるんですよ。プレイヤースキルはほぼ一緒なんで。はい。なんだ変わらず来てるので、なんならなんかもっと落ち込んでるような気がしなくもないんですけど。プレイヤースキルは落ちてる気がする。なんでだろう。はい。ということで、進んでいくわけなんですけれども、このね、ジェシカとかね、ノーマルのこの普通のデフォルトデザインのジェシカもいるし、何回かもうすでに行われているこの8のイベントで、こう、ビスチェジェシカとかね、なんかちょっと違う衣装を着たジェシカだったり、あとね、ホワイトデーのイベントなんかでククールが、ホワイトデークールとか言って、なんかね、どう見てもね、結婚式の花婿さんの新郎のコスチュームをまとっているようなククールが実装されてたりとかしてね、そこら辺はね、私も持ってないんですけど。持ってないの多いな、私。はい。そういったなんかイベントをちょいちょい過去に挟んでいるので、そういった、真新しい感じの、ちょっと一風変わった8の、ドラクエ8のキャラクターのドラ消しなんかも、ちょこちょこと出てたりするのでね。そういったものも組んでいければ、また楽しめると思いますし、私も結構これでもドラクエ8のキャラクターのドラ消しかき集めてはいるんですけど、いや、なかなかないね、集めようとするとね。このパーティー編成の時にね、絞ることができるようになってて、
それぞれのドラクエのナンバリングで別でもドラ消しをなんとピックアップして表示してくれるっていうシステムが実装されててね、そこはね本当に運営さん頑張ってくれたなって思うし、かなり役に便利になっているので、そういうのもね活用して、やっぱりどうせやるならそのイベントのドラクエナンバリングに準じたキャラクターのドラクエしなんかをパーティーに行くみたいなって思ったりしながら毎回やってはいるんですけれどね、なかなかどうしてそのナンバリングのねドラ消しがあんまりね種類が集まってなかったりとかして、うん、仕方ないので普通のモンスターとかでちょっとお茶を濁してみたりとかしてはいるんですけれども、まあなかなか楽しめると思います。そういった楽しみ方もあるんじゃないかなって思ったりはしてます。ほんとこのリバイバルっていう風なイベントの場合はね、すでにもう過去に散々遊び倒したよっていう方もいらっしゃると思うんですよね。で、私もやっぱりそんな言うほど言うてね飽きるほどはやってないんですけれども、それでもまあ全部過去のも通ってきたわけなんですけれども、で間違い探しじゃないんですけれども、どっかねほんと違うんじゃないかな、実はちらっとなんかこうセリフが修正されてんじゃないのかとかね、ワンちゃん何か仕掛けが過去のと違ってるのがどっかしらに用意されてんじゃないかなとか思ったりしてね、そういうのを探しながら過去のアーカイブを見ながらちょっとやったりはしているんですけれども、やっぱり何も特に違ったところが見られないんですけどね、先ほどお話ししたような感じで自分のパンティーがねその過去よりもちょっと強くなったパーティーで挑めるっていうのが楽しみだったりする気もするんですね。で、やっぱり中身が全部一緒っていうとネタ切れなのかなって思ってしまう部分は若干あるんですけれども、やっぱりこう良心的にそれを取るならば、最近始めた人とかまだそのイベントをね、このドルマゲスを追ってっていうこの8のイベントをやったことがない人のために、もう一回こんなのあったんだよっていう意味でやってくれてんじゃないかなって思ったりはしているんですけれどもね。ただ本当こうピックアップで新しく追加されてるドラ消しが合体のねドラ消しなんかもちょっと増えてきてたりとかしてね、どうしてもちょっと本当になんか一縷の望みじゃねえや心配はあるんですけれどもね、大丈夫かなドラ消し頑張ってくれよ、私は好きなんで、はい。ということで、なんかストーリー的にはジェシカが、はい、仲間になったっていうところが第一章って感じですね。確かにねこのねエイトオリジナルをやってると、まずまあジェシカがジェシカっていうかね、一番最初に仲間になってもうすでになっているっていうのが、その王様、魔物の姿に変えられてしまってる王様と、それからお馬さんに姿を変えられてしまっているお姫様が、まあ仲間という上は仲間なんですけど、そこからスタートなんですけどね。でこのねなんかすっごい、もう衣装がめちゃくちゃね、これ最初見た時エイトでジェシカの衣装を見た時、そりゃもう本当に私女ではありますけど、女の私でもドキドキするぐらいのこう危なっかしいなーって思ってしまう服
起きてね、これがね結構刺激的だったなっていう思ったりはしてるんですけれどね。でそれに反してこうちょっと色は派手だけども、なんかいかにも王子様っぽい感じのクールの衣装とかでね、なんか出てきたりとかしてキュンとなんか柄にもなくさせられてしまうようなところもあったりとかして、このエイトは本当にそういった意味でも目からもう刺激的なお話ではあったなと。ドラクエナンバリングの中ではそういった意味で刺激がいっぱいあったドラクエだったなって思ったりしながら、はい、こうやって遊んでいるわけなんですけれどね。細かいところとかはね、スポーンとね、頭の中から抜けているので、はい、都合のいい頭してますので、いつでも楽しいっていう、なんか新鮮に楽しんでしまうっていう、何度でも楽しめる頭をしているのでね、私は結構、もう何でも、なんならネタバレもバッチコイタイプなんですけども、こうやってやっていると、オリジナルのドラクエ9とかまた遊びたくなる、うん、ような気がしませんか。やっぱり私はしてるんですけれども、どっかにソフトあったなって、すごいどこにあったっけな、実家だったかなとか言って結構頭ひねったりしてるわけなんですけれども、やっぱりねこのドラクエのナンバリングをやってみよう、かなりざっくりなんですけどね、あのこうやってやってくれてるっていうのは、そういったね今まで通ってきたドラクエナンバリングを通ってきたユーザー向けのファンアイテム的なところもありつつの、これからねまだやったことのない方へ向けて、こんなのあるんですせーやってみませんか旦那みたいな感じのところもあるのがこのドラケシなんじゃないかなっていつもちょっと思いながらやっているわけなんですけれども、いやだってねパズルも確かに面白いんですけど、このゲーム私はパズルゲーム好きなのでね純粋に楽しめるんですけども、それにしたってねこのパズル的なもので言うと、あの X なんかで結構ガチ勢の皆さんとかのコメントとか見ているとね、やっぱり若干ねあのいろいろと思うところがある方多い感じでね、まあどんなゲームでもツッコミどころは必ず1、2はあると思うんですけどね、完璧なゲームなんて存在しやしないと私は思っているので、うん、だってそんなのって多分神様の作るゲームだもん、多分何もかもが満たされて誰も彼もが楽しめて火の打ち所のないゲームっていうのは多分ないと思うので、うん、あの私はそういった意味ではそう思ってはいるんですけども、それにしたってね結構このドラケシ結構ツッコミどころは多いみたいなんでね、悲しいかな、なんか X の方では仲良くなれ始めたのにね、ちょっとね結構相互フォローとかでしてて、いろんな情報とかね見させていただいたりとかして楽しませていただいてるにもかかわらず、悲しいけどなんか引退とかを考えていらっしゃる方とかもいらっしゃったりとかしてね、そこら辺はでもまあ仕方ないのかなって、引き止めたい気持ちはあるんですよ、一緒にドラケシ応援しようよって思ったりもするんですけど、でもねやっぱりあの私もねいろんなゲームを今までスマホとかに入れてガンガンやってましたけども、あのスマホとかって容量があるからね限界があるのでね、ずっとやってられるかっていうとそんなこともないしね、しかもずっとねなんかあの時間かかるゲームもありますしね、新しいのもどんどん出てくるし、そういうふうに考えると自分もそうだし、やっぱりいろんな人もねえ泣く泣く引退を考えるゲームもあるんだろうなぁと思ったりするので、あんまりわがままなことは言えないんですけどね、でも私は応援していきたいと思っております。なんならこれサービス終了の時まで
お付き合いできたらいいなって思ったりはしているんですけれどね。ドラクエナンバリングが全部好きっていうのもありますし、あとね、ほんとドラケス単体としてもこのパズルゲーム好きだし、あとこのデザイン、ほんと何度かこれもお話ししてるんですけど、ドラクエケシケシっていうののちょっとオリジナリティが少し入っている感じのね、ドラクエの従来のキャラクターたちのこの絵がバランスとかがねすごく好きで、それを見てるのも楽しくてね、続けてるのもあるんで、できれば末永くこれからもまだまだ遊んでいきたい、応援していきたいとは思っている次第でございます。続いてね、はい、ストーリーはどんどん進んでて、次は、まあ1のステージがこのジェシカを追いかけてジェシカを仲間にするまでのお話だったとして、ワールド2、この次のステージはククールのお話みたいですね。ククールのお話もね、結構やっぱりこうボロボロと相変わらず結構簡単にキャラがお亡くなりになっていってしまうので何なんですけど、あんまりねネタバレするのもどこまでしていいのかちょっと私もあれなので、あの名言は避けますけれども、結構ねそういったところがあって寂しいというか悲しいお話もちょいちょいあるんですけどもね、やっぱいいお話だな、ドラクエのドラクエらしさがいっぱい詰まっているのはこの影響だなって思ったりはしているので、まだね遊んでない方とか いらっしゃったらぜひぜひ履修していただけたらと思うし、私も今からもう一回ね勉強再勉強しようかなって思ったりしていてるところに、はい、ストーリーはまだまだ続いていくわけでございまして、こっちの方でこれを見ているだけでも結構楽しめるのでございますが、ああったなこんな話みたいな感じでね。でもやっぱりこのねドラクエケシケシはかなりほんとね大雑把とにかくすごく大雑把なので、うん、結構ね細かいお話とか細かいっていうかいいセリフ名ゼリフみたいなのもバツンバツン切られてるカットされてたりするのでね、できれば本当にやっぱりそこは私ももう一回思い出したいし、思い出しながら噛み締めながらやりたいなって思うところもあるし、まだの方はね絶対遊んでもらえたら嬉しいなって思ったりはしている次第です。でもね、まあまずはこの景色し、私もこれリバイバルではあるんですけれども、もう一回エンディングまで頑張って駆け抜けたいとは思っている次第でございます。頑張ろう。結構なんかこうやって見てみると長いドラケシのイベントは期間自体は意外と短いんですけども、ストーリーのこのステージは長いんで終わりまで行くのにすごい長いんで頑張ってやっていこうと思います。ほんと頑張るって感じなんだよなだってこんなにまあさっくりやろうと思えばさっくりもできるのかもしれないんですけれども、効率ね、役やらないとあんまりそんなさっくり感なくて、そういった意味では重たいかな、ちょっとフットワークが重いかもしれないなって思ったりしたところがあるんですけども、あーでもあとねこれなんでこんなにいつも思うんだけど、この上のねペンダントゲージ、左上の水色のねこのゲージが溜まると降りてくるこのスキルドラケション、今降りてくる、あ終わっちゃったけども
このスキルドラケスの種類偏るんだろう。すっごい回復しか出てこない時とかすごいあって、違うだろうって攻撃が全くできないっていう時とかあったりとかね、逆にね今度はこうやって同じのばっかりとか、サポートのスキルのドラケシとかがやたらいっぱいね、何度も何度も鬼のように降り注いでくる時とかあって、このランダム加減の偏りがね、なんかなんだろうなって思ったりはするんですけども、難易度を上げてきてるのか、そういう運と考えてもいいのかどうかちょっとね怪しいんですけど、そういうプログラム、意地悪なことをたまにしてくるプログラムを入れてるのかなんて思ったりするぐらい、怪しんでしまうぐらい偏る時あるんだよねこれね。逆に言うとね、本当に稀ではあるんですけどね、開幕いきなり無限のオーブで出てくるスキルドラケシ、しましまドラケシが準備セットされるんですけど、本当にたまに同じスキルドラケシが隣り合わせで来てくれて、すぐにもうミックス、同じ種類だからそのステージにある全部のそのドラケシがそのスキルを発動するっていう、スーパースペシャルハイパー的な強攻撃ができる、その同じ種類のスキルドラケシ同士のミックスが可能な時とかね、たまにあって神がかってるそういうセットから始まる時ってあってね、本当にもう1ターンもかかる前にはい終了みたいな感じでクリアっていう時もあったりとかしてね、たまにねなんかちょっと気分よく気持ちよく酒でも煽りながら笑いながらクリアしたいようなパターンもあれにあるんですけどね、偏るな。ということで、はい、今回の、ウサピオノスはドラゴンクエストケシケシからドラゴンクエスト8イベント、ドログマゲスを追ってリバイバルでございます。まだちょっとねステージいろいろ長そうなんで、こちらまたぶつ切りで刻んで進めていこうと思っておりますので、お付き合いしていただけると、次回もお楽しみにしていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。またね、こちらのチャンネル登録、X のフォローなんかもお待ちいたしております。いろんな情報とかね、どんどん出していきますので、ぜひ合わせて、そちらもよろしくお願いします。では今回はこの辺で終わりにいたします。それでは、おやすみなさい。またね。